Saito-san, thank you so much for welcoming us into your wonderful home. We are in Tochigi, about 2 hours north of Tokyo, and we are surrounded by a small section of your fantastic bamboo collection. Could you tell us since when you've been collecting bamboo art and why? ごめんなさい、日本語でいいですか？僕はですね、27歳ぐらいまで東京に行って、でそれで一度栃木に戻ってきたんですけど、その時に偶然竹の工芸家と出会うんですね。で彼の作品を最初見た時に、僕は竹工芸ってことを全く知らなくて、現代美術のようにそれが見えて、ですごく面白いものだなと思ったのが最初のきっかけなんです。Saito-san, I see an extraordinary range of style, colors, and shapes around us. What is the chronological scope and the size of your collection? はい、古いものは、中国から入ってきた唐物があってですね、あと明治のものがあって、戦前戦後のものが あるんですけども、主に集めているものは戦後の老館祭を中心にしたものが多いです。で、だいたい800点から1000点ぐらいじゃないかと思うんですけども、詳しいことはちょっとすいません、わかりません。I wonder if most of your pieces are signed to an artist. Are any of them signed? Yes, だいたいのカゴはサインが入ってます。で、まあサインが入ってなくてもわかるんですけども、まあサインがどういうふうに入ってるかっていうと、これはまあ老館祭なんですけど、ここにまあ老館祭というふうに入ってます。ですからこれを見ると、もう誰が作ったかがわかります。As a bamboo art collector and researcher, you are able to identify the makers or the regions the works come from. Can you give us some examples of the clues you're looking for? 大きく分けるとですね、関東のものと関西のものっていうのがあるんですけど、もちろんそれ以外のものもあります。で、例えばこれは関西のものですね。とってもこう全体的に雅な感じがして、非常に繊細でという、まあ、関西のものと、例えばそれは関東のものですね、もう少しこうざっくりして荒々しくて、もちろん関東でも細かいものはあるんですけども、こういうふうに、竹で巻いてあったりとかですね、こういうすす竹のものを使ったりとか、まあ、こんなふうなものが関東のものとしてはあると思います。Saito-san, I gave you a difficult task. I ask you to select three pieces that you particularly like and that illustrate your ambitions as a collector. So I wonder what you prepared for us. はい、まあ3つ選んだ理由をちょっと簡単に説明しますね。まずこの籠からです。これは、作ったのは江戸時代の籠なんですね。江戸時代の民具の籠なんです。普通に使っている籠です。で、ここに後から蒔絵を、漆の作家が蒔絵を入れてるんですね。ですからこういうファンクショナルな通常のバスケットをに加色したという、すごく面白いもので、とってもいい味が出てるんで、これは僕は好きなカゴです。でまずこれが一つですね。で次に、僕の好きな作家で老館祭っていう人がいるんですけども、これは老館祭の森籠なんですけど、こうボートというか船の形をしてる。でこれは実は一本の竹で作ってるんです。一本の竹をここで割って、でその割ったものをここまで持ってきて、ここに刺しているんですね。ですからこういう籠は、まあ老館祭が最初に作った籠だと思います。これも僕の好きな籠です。で、この籠なんですけど、これは僕が一番まあ好きな籠ですね。僕が持っているものの中で一番好きなもので、これも老館祭の籠なんですけども、何が好きかというと、この下の非常に艶やかなすす竹で作ったものにですね、この上に真竹でこういう、なんて言うでしょう、ネットのようなものを作って、で実はこれは傾いてるんですね。傾いてて、なおかつねじれてるんです。でこうバランスがすごく面白いカゴなので、これがまあ僕の持っているものの中では一番好きなカゴです。
ソフィーさん、もう一つね、すごくいいものがあるからちょっとお見せしますね。はい、行きましょう。このカゴなんですけど、これも、飯塚老閑斎のカゴで、飯塚老閑斎が1930年代に作ったカゴなんですね。でタイトルは、国交っていうあのタイトルがついてます。で国交っていうのは、まあ、国の香りだったりとか国の、まあ、あの菊の花をモチーフにしてるんで、まあ、そういう意味もあるんだと思いますけどね。これは菊の花の花びらをあのモチーフにしてるんだと思いますね。それで束ね編みっていうんですけども、束ね編みっていうのはこの1本の竹の線が13本の竹を束ねて作ってあるんです。でそれで束ね編みでここまで作って、ここから先はまた別の素材であの縁をまあ作ってるんですけども、この表だけではなくてこの裏のこういうところのこう造形なんかもすっごく綺麗ですよね。In the last 15 years, there's been a number of important exhibitions in America and in France, for example, about bamboo art. And there is also strong interest among the American collectors. I was wondering if it was a similar situation in Japan. そうですね。あの日本でも最近ちょっと状況が変わってきて、あのかつては割とこう年齢的には高い人たちがカゴ好きだったんですけど、今は若い人たちが随分あの好きになってくれて嬉しく思ってます。で特にあのファッションですとか建築デザイン の若い人たちがあの好きになって、よくあのエキシビションに来てくれるのがすごく嬉しいと思ってます。 I would like to ask you about bamboo art in Japan today, in particular about two aspects.How difficult or easy is it for artists to find the raw material to work with? And also, are there many female artists in the field? そうですね。あの作家が竹を探すことっていうのはそんなに難しくは実はないんですね。竹はいろんなところに生えてますから、作家が切ってくることもできますし、特別な竹が欲しければ、京都にいくつか竹の問屋っていうのがあるんです。でそこに行くと、すす竹ですとかちょっと変わった竹ですとか、そういったものを手に入れることができます。でもう一つの質問 その女性の作家がいるかっていうことですけど、何人かあの日本にはというかあのいます。で優秀な人たちもいます。ただあの籠を作るのは竹を割ったり、ということですごく力が必要なんですね。ですからあの向いてるかどうかでいうと男性の方が向いてると思います。ですがあの女性の作家は、私が知ってるだけでも 4,5 人ぐらいあのおります。はい、Saito san, thank you so much for having shared with us some of your knowledge and passion for bamboo art. どういたしまして、ありがとうございました。